はい、こんにちは。中学生のですね、個室書いていきたいと思います。こちら、1画目ですけど、中という字はちょっと大きめで構いませんね。で、こうしたらここキュッと出して、こうですね、かなりここ角度ができてます。これに対してこうに持ってくるように、で折り返し、ここ切り返しすごいですよね。キュッて小さいんですよ、角度がね。でここからこう右寄りに来ますね。で縦のラインぶれないように、ここは結構強めでいいです。強く下から持ってきて突き上げるようにして、こう角度定めてからこうしっかりすることによってぶれが出なくなりますから、こういうところは当て方しっかりいきましょう。でこうに来てこっちに行かないように、しっかり入れたらこう持ってきて、こっちぶれるならいいんですよ。ちょっとこれおかしいですけど、こうにしといてスーみたいな、こういう抜け方の方が綺麗です。まあこんなにしないでくださいね。ちょっとこっち側にもう一回書いておきましょうか。こうしてこう、こうしてここからギューッとしてスーッと抜けて、なんとなくこっちに向いてるかなぐらいな感じです。ここはちょっとおかしいね、こちらです。で、国という字ですね。これに対してちょっと上から持ってくるような感じ、ここの部分真横か少し横かぐらいな感じでふわーっと持ってくる方が綺麗です。ちょっと長めにしておいて、中に王という字が来ますよね。閉じるところはしっかりここ閉じた方がいいかな。中国は。このくらいの方がいいか。偉大という字なんですけど、これに対して上です。こう上に来てこんな感じで、下からこう持ってくるような。ここがね、結構近づいてますよね。近づいていいですよ。てかむしろ近づいてあげる場所一箇所作りたいんです。でこれもそう、これこちら側右側ギュッと出してあげたいところですね。台の台は立てるような感じで持ってきてください。こうしてこういう風にならないように、なんとなく抜けぞってる感じがします。こっちだとね、これダメなやつ。ちょっとちゃんと自分でこうギュッと立ってるよっていうところを見せるようなイメージで、そうするためにはここを立たせることですよね。そう、なです。そう、こういうところの抜き具合とかもこう書いてるところを何度か見るといいです。こうトンスっていう感じの、これのね、はい、文明という字ですけど、こっから左をしっかり出して右あまり出てませんよね。こういうところを見ましょう。そしてこういうふうに当てます。この角度こうキュッて、新たによいしょってあれ当てたというよりは、ここからの流れを汲み取ってよいしょってこうやって感じ、そういう感じですね。でここからまたストーンと下ろすような、明、明るいという字です。こう徐々に上に行く、こっからこういう風につながっての地です。地はこちらからこういう風に上がって、ここは近いところです。すごく近いところからこう入ってます。ここの部分見えてない、ここの部分ね、ここまでちょっともう一回書きましょうか。1、2、3、この部分近い位置からもほとんどつながっちゃっていいぐらい、こういう風な感じで来て、こうこんな感じです。でここが一番高くなるところをこういう風に来て抜く、ここのしなる感じとかがあれかな、ちょっと難しく感じますか。実際こうしてほら、こういうのが本当の字ですよね。本当の字っておかしいな、楷書の字ですね。
これがこういう風に少しこういう風に下にこういう向きでくるとこれがここ行きやすいですね。だが、王朝はちょっと2行目はだいぶ空いてる感じがするので少し 大きめというかね、字の間隔も開けても大丈夫そうですね。字何文字ぐらいあるかなって、そのうちの漢字何文字ぐらいかなとかいうのはパパッとこう数えてみたり、初めてね、初めてのものを書くときはそういう風にします。今は手本があるのでまあ隣に置いてくれれば大丈夫なんですけど、そうやっぱりあの漢字とひらがなの大きさは全然違うので、そこを同じ文字数として思わない方がいいですね。漢字が何文字、ひらがながそのうち何文字っていう感じですね。こうしてこう、こんな感じですかね。ここからほらこう払った後にここ近いとこからギュッて、必ず字の中ではそうやってちょっとぶつかりそうな部分が一箇所あります。となく、何度となく、ちょっとリズムもう一回見てください。何度となく、なく、まあ、こんなにやらなくてもいいですけど、こういう流れがあるんだよっていうところだけ知っておいてください。交代、こうですね。この中心から始まりますが、左出て右あんまり出ない、左重視でいきます。こうしといてこう、こうしといてこう、最後だけこう、こういうラインをこうですね。これもこう、はい、最後ひらがなの連続になりますので、そこは全部続けていきまして、いいる、なんとなくこういう風につながってんだなっていうのを意識しながら、こういうところの入りができるといいですね。はい、中という字がね、今日出てきてますから、1、2、3っていうリズムでいきましょう。はい、では中学生はこんな感じですね。はい、頑張りましょう。この中、なんかね、これ変ですからね。そう、ただこちら、もう一回やっときましょうか。こちら側にこうに来ないようにしましょう。これ結構やりがちです、皆さんね。はい、気をつけてください。